サハ語は、トゥルク諸語の北東語群に属すヤクート諸語の言語の一つ。シベリアに住むトゥルク系民族である、サハ人の言語である。話者数は約36万3000人。ヤクート語とも言われる。中央、アジアやトルコなどで使われているトゥルク諸語である。そのうち、ヤクート語群に属し、同語群の最大言語である。トゥルク諸語に属する言語は一般に、 お互いに共通性が高いが、ヤクート語群は、他のトゥルク語との違いが大きい。ヤクート語群に属する他の言語として、クラスのヤルスク地方タイミル自治管区のタイミル半島で、話されるドルガン語があり、サハ語とはごく近い関係にある。サハ人は、ロシア連邦のサハ共和国に住んでおり、またハバロフスク、トルコ共和国をはじめ各地に小さい集落がある。 サハ共和国内では異民族間の共通語である。ロシア語に用いられるものに語字を加えた、キリル文字を用いる。サハ語には、ラクダやツオーなど、サハ共和国に生息していない動物を指す単語が多く存在する。ロシアンセンサス2002、ゼーエスノローグ、ヨネハラ・バンリ、マイナス摂氏50度の世界清流出版、2006年。 ISBN 978から4から860291891ありがとうございます。